大蔵教授は、山梨県笛吹市伊沢町松本にある寺院。新言州地山派で、甲斐の新言州七段林の一つ。三号は、松本山。本尊は、不動明王。甲府盆地の北縁、伊沢町北西にあたる、大蔵教授三南六に位置する。三六を含む甲府盆地北縁一帯には、古墳時代後期のト来人母星である関石塚が、 見られ、山徳地域は古代海の国の政治的中心地である山梨郡域にあたる。山徳には山梨岡神社をはじめ天狗神社や縁起式内、物部神社があり、古くから信仰の地であったと考えられている。自伝によれば、行基により722年に改装されたとされている。海の国史によれば、室町時代に将軍、 足利義満の書士と伝わるみみちにより再興され、それまでは、青さん松本寺と称されていたが、大江年間に開国死後である、武田信成により再興されて、大蔵教を奉納されたことに由来して、現在の寺名になったという。境内には、明治5年の県庁の大ぎ切税法廃止に、反対した大ぎ切騒動の首謀者である、松本尊明主都、田富重雄の墓所もある。 釈迦入滅を描いた、フッツネハンズ。画面寸法は縦2 0 8 3トル横1 4 6 5トル室町時代の作品で、中国草原画の影響が指摘される。裏書きに売れば画像例彩りの作で、影響7年の制作であるという。室町時代の影響7年に、大森より春、前伊豆守大森県来により駿る国の清い、 禅寺に奉納され、工事三年に大蔵教寺へ伝来したという。山梨県内では、工学寺や西王寺、縁蔵院などに、同時期の船ハンズが伝えられている。南北長期の密教絵画。画面寸法は縦 105.5cm、横 56.2cm。山梨県内では、本蔵をはじめとする、密教絵画を所蔵する当時や南駒郡。 藤川町の明王寺などに密教絵画が所蔵されているが、本像は中世において即歳長伏を願い制作された愛禅明王と不動明王が合体した両党愛禅明王を表している。中央に明王像が描かれ、画面上部両端には月輪中に金剛、大蔵両部の大日如来と五古書が、下方には金柄、聖高の二道寺が描かれている。 愛禅明王と不動明王はそれぞれ混合会大日如来、大蔵大日如来の協領隣人とされている。室町記の密教絵画。画面寸法は縦1 0 0 5トル横3 8 5トル中央に不動明王が描かれ、足元に二道寺が描かれている。室町記の密教絵画。 画面寸法は縦1 2 2 0トル、横6 4 5トル。八大道寺を伴った不動明王が獅子に乗った姿を描く。鎌倉時代の仏教図像集、格前章に由来する図像であるが、他に類例の少ないものである。ありがとうございます。